お待たせしました。好きな人とご対面スペシャル、最後はイアディゾンちゃん。なんとイアディゾンちゃんの憧れの男性がスタジオに登場。その意外な人物とは。さあ、先ほどは見事リア君が、はい、リア王輝きました。はい、実はリアちゃん、はい、芸能界に本当に好きな、とても好きな人がいらっしゃる。はい、そんなことをこの番組で言っちゃって嬉しいですね。はい、その男性とはマルチをご覧ください。この方、嘘、ちょっとちょっと、ゆうくん、かわいそうだよ、すごいよ、何これ、なんだよ、かわいそうよく頑張ったよ、私弟コンプレックスがある。あ、弟コンプレックス、弟みたいに思う。あ、ヨウ君は弟っぽい、可愛いって感じ。いや、あの、なんかテレビを見て、ドラマを見て、うん、なんかすごいなんか変な気持ち、なんか可愛い、でもすごい、あの、今までなったことない気持ちになったんだな。そうそうそう、何かしらこの気持ちみたいな。いやいやいや、ちょっと買い物してきますか。可愛い。その気持ちはね、いや、なんだろう、その気持ち、気持ちが分かんなくなったから、あの、一番気持ちが普通の買い物ってのに一回もうそのエチュード全く意味が分からない全然分からない、分かりました、全然分からない、びっくりした。今日初めてですか、あの、初めて、初めてです、一回、あの、他の、はい、そうですね、そんな感じした。でもしないです、本当今ね、ちょっとやめてください。照れちゃってんだよ。照れちゃってんな。お年寄りはお姉さんかな。やっぱりいやだ。お姉さんじゃないですかね。だよね。こういうお姉さんいたら。21歳だからね。お姉さんいたらどうよ。うん。いいね。お姉さんとはいえどね、ドキドキしちゃうね。嬉しいよね、お姉さん。そうだよね。家でドキドキだね。あれ？はい。こんなところ。サッカーボールが出てきた。あれ？先週放送したリアちゃんの理想のデートコースの一つが公園でのサッカー。自分が転んだ時に甘えて彼氏に優しく起こしてもらうのが夢なんだそうですが、このシチュエーションを憧れの凌介くんとやっていただきましょう。いきますよ。これはいつこけるのかな。パス。おーおーおお。パス。グラ。あ、大丈夫リアちゃん。大丈夫かな。何言ってんだよ。リアちゃんのファンも「と思ってたら、りょうくんのファンも「やー」とか思ってるといけないんで、弟にしたいと。そうです、そうです、綺麗な兄弟だね、この二人。素敵だもん。いや、本当長男として嬉しいです。長男は結婚の理想と現実スペシャル。こちらのお二人にたっぷりと結婚にまつわるお話。